試験延期に伴う学習強化講座、管理会計論の第7回目の講義ですね。始めていきたいと思います。担当はレクセンに講師二宮です。本日もよろしくお願いします。はい、えー、本日は第7回目ということで、まあ、前回から引き続きまして、製品の算出量がま今度は増量する場合のま、総合原価計算の手続きですね。複数原材料を投下する際に、製品の算出量が増量するケースを確認していこうと。 まあこっちのケースの方が前回見た内容よりもちょっと難しくなるのではないのかなというふうには思いますまた前回同様ですねテキストとあとまあ補足レジュメを使って解説の方をしていきたいと思いますのでテキストを持っている方はねお手元にご用意頂い,いて、まあ、ない方は画面の方をご覧になってくださいで今度は 製品の産出量が増量するということで。まあ、前回ね、あの例としてお話をしましたけども、食塩水なんかをイメージしてもらって。百グラムの水に二十グラムの食塩を投下すれば、百二十グラムの食塩水が出来上がりますと。だから、まあ、この手の問題ではね、本試験の問題でも多いのは。まあ、基本的に製品の単位、月末仕か掛か品の単位がキログラム単位で与えられている場合ですね。 材料をすすれば、ね、当然重量が変わるわるけですから特に問題文に指示がなかったとしても製品の算出量が増量するんだというねそこの前提に立って計算をしていくことになりますよね。でまず前回同様ですね、まあ、この状況に応じて確認をしていきたいと思うんですが材料の追加投入地点が仕掛かり品の加工進捗度よりも手前にある場合ですね この図を見てもらうと分かりやすいかと思いますけども、まあ、B 材料追加投入される地点よりも月末仕掛かり品の進捗度が後ろにあると、まあ、これも適当に数字設定しておくと B 材料追加投入する地点が40%仕掛かり品の加工進捗度これが70%だとしましょうかで状況としましてこの A 材料が支点で投下されていて B 材料は40%地点で一括投入されるわけですがこの B 材料追加投入される割合が通常試験の問題だと与えられているわけですけどこの A 材料投入量を1と置いた時に B 材料の投入量っていうのはこれは A に対して例えば0.2ですよと。 A 材料1と置いたならばこの40%地点において A 材料に対して B 材料0.2だけを投下することになるんだと。で今ね完成品が生産データ上では例えば1 2 0キロと与えられているとしましょう1 2 0キロ完成品の重さが1 2 0キロということはこの完成品に対しては A と B 両方投下されているわけですから。 この A を1と置いたときに B は0.2なんで、まあ、合計1.2材料が投下された結果1 2 0キロになっていると考えることができるのでこの1 2 0キロの内訳ですね考えたときに 120÷1+0.2 プラスで1 0 0キロが A 材料2 0キロが B 材料っていうふうに内訳計算することができますよね。A 材料は1 0 0キロ、b 材料は2 0キロ完成品に対して投下されているんだと。 まあこういうふうに製品の産出量が増量する場合っていうのは完成品や仕掛かり品に含まれている A 材料と B 材料の内訳を求めてそれぞれを使って A 材料費 B 材料費の金額を両者に安分するという手続きを取っていくことになりますで同様に月末仕掛かり品月末仕掛かり品の重量が 60キロだとしましまょうか月末の重量が6 0キロであれば月末に対しても B 材料っていうのが追加投入されているのは一目瞭然なんで月末に対する A 材料に対して B 材料は0.2だけ投下されていると考えられますから6 0キロ割ることの 1+0.2 で5 0キロが A 材料と1 0キロが B 材料の投入量であると、まあ、こういうふうに整理することができます。まあ、完成品とと同じように内訳を求めてもらえれば、OK とまあ、したがってね A 材料費であれば完成品と月末に対してこの1 0 0キロと5 0キロ基準に両者に安分して。 B 材料費だったらこっちの2 0キロと1 0キロを基準として両者に安分する、まあ、この手続きを取ってあげれば OK と。よろしいでしょうか。で次のところ今度材料の追加投入点が仕掛かり品の加工進捗度よりも後ろにある場合ですね。 また適当に数字設定すると、仕掛かり品の加工進捗度40%、B 材料の追加投入点が70%だとすると、まあ、明らかに仕掛かり品に対しては、B 材料は追加投入されていませんので、仕掛かり品の重量は、それは A 材料の投入量を表していることになります。で、完成品に関しては当然 B 材料が追加投入されているので、まあ、今と、 全くく同じ要領で完成品の内訳を、ね、計算していくことになります A 材料が1で B 材料が A に対して20%投下されるっていうさっきと全く同じ状況を想定すると、まあ、完成品1 2 0キロの内訳ですね完成品1 2 0キロの内訳として A が 100kgB が 20kg というふうに ままりますね月末は特に計算する必要性がないと B 材料費についてはゼロなんで B 材料費を計算する時の月末仕掛か,かり品の換算量はゼロと考えて計算をしていくと。よろしいでしょうか で次のケースは一緒なんですけども、工程の終点で原材料が追加投入される場合は、今と全く一緒で、完成品に対しては A と B 両方の材料が投下されていますが、月末仕掛かり品に対しては B はまだ投下されていないので、まあ、月末の B 材料費を計算する際の換算量はゼロと、B 材料費ゼロ円ってことになりますね、月末については。はい、で次の これが一番難しいケースですけども材料が工程を通じて平均的に追加投入される場合ですね平均投入。でこの場合ね問題文に条件としてこういうふうに指示が与えられ,与えられるはずですけども視点で投下された A 材料に対して工程の終点まで加工作業を施せば B 材料が 0.2だけ増加されることになりますと。で、完成品の内訳を計算するときには全く一緒なんですよ。完成品120キロであれば、もう工程の終点まで至っているわけですから。 A と B のこの投入の割合が1対0.2っていうふうに問題文で与えられているこの条件をそのまま使って計算することができるので1 2 0キロ割ることの 1+0.2 で A が1 0 0キロ b が2 0キロと計算することができます。で問題は仕掛か,かり品なんですけども。 加工進捗度70%としましょうか加工進捗度70%ですねで今月末仕掛り品の重量が57キロだとしましょう の時月末に対して A と B 両方投下されているわけですけども B 工程の終点まで至ればこの視点投入された A を1層置いた時に0.2の B が投下されたことになるわけですけど70%地点ということはまだ0.2も B が投下されていないんですよ。この A 材料を 1>, 1と置いたときに B 材料の投入割合としましてはこの0.2に対して70%を乗じてあげた0.14っていうふうに表すことができます0.14ここの高さは0.14なんですね0.2に対して70%乗じた0.14と。 合計1.14に対する重量が5 7キロって言ってますんで57割ることの1.14で5 0キロが A 材料と5 0キロに0.14を乗じてあげた7キロこれが B 材料ってことになります。よろしいですかね 平均投入の場合ですね、こういうふうに月末仕掛か,かり品に対する B 材料の追加投入の割合を自分で計算できないと、まあ、計算を行うことができませんのでその点をしっかりと押さえておく必要性があります。ここままででよろしいでしいょうか。でま、た、 前回同様ですね追加で難しい状況っていうのをちょっと設定して確認していきたいと思うんですけども、まあ、この補足のレジュメの方をご覧になっていただきまして、まあ、この一番上、括弧一番支点,点で A 材料を投下して B 材料を支点から終点にかけて平均投入する場合これまあ今さっき見た状況ですね終点まで至ると A 材料の40%相当の B 材料が追加投入されることになると。 まあ具体的な数字を見ていきたいと思いますが完成品2 8 0キロっていうことはこれまあ A 材料1といたときに B 材料0.4ですから合計1.4に対して2 8 0キロというね完成品の重量が出てきていますんで2 8 0キロ割ることの1.4で2 0 0キロが完成品に投じられた A 材料。ここにを乗じた80キロが 完成品に対して投じられた B 材料とという,ふうに求めることができますまた同様に月末仕掛か,かり品については加工進捗度50%地点まで至っていて月末の重量は1 2 0キロと言っていますんでこの50%地点まで至ればね B 材料がどれだけ投下されたのかを考えてあげると工程の終点まで至れば A 材料の40%ですから工程の50%地点までであれば、まあ、この40%に50%を乗じた20%っていうふうに求めることができます。月末に対する B 材料の追加投入の割合は A 材料1と置いたときに B 材料は0.2っていうふうに表すことができるので合計1.2に対する重量が1 2 0キロになりますんで1 2 0キロ割ることの1.2で 1 0 0キロが月末に対して投じられた A 材料0.2を掛け算した2 0キロが B 材料ってことになりますね。まあ、これを基準として完成品と月末の両者に A 材料費と B 材料費を安分していけばいいと。で次に今度括弧2番ですけども。 B 材料を今度は支点から加工進捗度50%時点にかけて平均投入した場合ですね。で50%支点まで至れば A 材料の40%相当の B が追加投入されることになると。また今さっきと同じように完成品の内訳についてはね同じように計算できるわけですよ。 完成品は当然50%地点を通過しているわけですからこの A 材料を1度置いたときに完成品に対して B 材料はどれだけ投じられているかっていうと、まあ、だけけられているわけですよねだから合計1.4に対する重量が2 8 0キロですから2 8 0キロ割ることの1.4で A 材料が2 0 0キロ b 材料が8 0キロですね 200×0.4 で8 0キロ これが完成品の内訳ですよ。完成品に対して投じられた原材料の内訳。で問題は月末仕掛か,かり品なんですが1 2 4キロの月末仕掛か,かり品が出ていて加工進捗度は30%地点まで至ってると。まあ、これもまたこういう数直線上にまとめてあげるといいかと思いますけども。 B 材料は0%から50%にかけて平均投入され50%地点まで至ればこの0.4だけ原材料が投下されると B 材料が投下されると考えてください。地点で投下された材料1と置いた時に50%地点まで至れば0.4だけ B 材料が追加投入されることになると。 で今月末仕掛か,かり品の加工進捗度は30%地点ですんでここの高さを求めてあげれば月末に対する B 材料の投入割合を求めることができます。したがって0.4にこの5分の3を掛け算してあげればここの高さを求めることができて0.4かけることの5分の3で0.24。 これが求まりまりすね。だから月末については視点投入された A 材料を1と置いた時に月末に対する B 材料は0.24だけ投下されているんで合計1.24に対する月末の重量が 124kg になりますんで124割ることの1.24で 100kg が月末に対する A 材料。 0.24掛け算した2 4キロが月末に対する B 材料として計算することができます。よろしいでしょうか。で今度3番、B 材料を20%地点から60%地点にかけて平均投入する場合。 でまたこれまでと同様に60%時点まで至れば支点投入された A 材料の40%相当の B 材料が追加投入されることになると。これも図で表してあげると A 材料の投入量を1と置いたときに B 材料60%時点まで至れば0.4なんだと。でも完成品の内訳はこれまで同様。 完成品 280kg であればこの合計1.4で割り算した 200kg が A 材料の投入量0.4掛け算した 80kg が B 材料の投入量として求まります問題は月末仕掛か,かり品ですけど。 仕掛か,かり品の重量は1 3 0キロで加工進捗度50%地点まで至ってるともう容量は一緒なんですけども月末は50%地点なんでこの B 材料どれだけ投入されているのかを考えてあげれば20%から60%まで至れば0.4だけ B 材料が追加投入されることになるので。 20%から50%だったらこの B 材料追加投入する作業を4分の3を終えてるんですよね。ここの比率に着目してもらって4分の 3B 材料追加投入する作業を終えているわけですからこの0.4に4分の3掛け算した0.3ですね。 月末しかかり品に対する B 材料の投入割合は0.3って考えることができるので 1+0.3 合計1.3を1 3 0キロに割り算すれば月末に対する A は1 0 0キロ0 3乗じた3 0キロが月末に対する B 材料として求まります。 まあこれが途中点から途中点にかけて平均投入する場合っていうことで、まあ、この今のね一番最後に見た状況っていうのをちゃんと理解することができれば後のパターンっていうのはどのパターンでも対応することができると思いますんでね最終的な目標としてここの考え方を理解することをですねあの一つ目標に考えて復習の方を進めてみてくださいはいよろしいでしょうか以上がね今回の 複数の原材料を投下する場合において製品の産出量が増量するケースということになりますのでまああのこちらについてはね割と本試験でもあの担当の本試験であれば工程別の総合原価計算なんかと割とあのくっついて出てくることが多いのであの 結構分量もね多い問題になることが多かったりはするんですけれども、まあ、ちゃんとね、あのー、理解していれば、まあ、対応しやすいね論点でもありますので是非、まあ、ともねこの分野について得意だと言えるように復習の方を進めてみてください。はい、まあそれではこれで第7回目の学習強化講座は以上となりますので本日も皆さんお疲れ様でした。